けどな。そうですね、まあ、6号店が前付け来そうなので、まあ、僕も前付けに行けるようなセッティングで行くつもりではいます。はい、大変な時期ですけど、お互い頑張っていきましょう。はい、精一杯頑張ります。去年、グランプリ目指してやってたのがたまたまこういう結果になったっていうだけなんで、特別な思いはないです。あと30年やらせてください。